クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃん爆クサカンフーボーイズへしゃげめんたいん、クレヨンしんちゃん爆クサカンフーボーイズからへしゃげめんたいんは、2018年4月13日に、公開の日本のアニメーション映画で、クレヨンしんちゃん劇場映画26作目である。キャッチコピーは、アクションを大森友情恋め。シリーズとしては初めて、カンフーをテーマにしており、 カスカベの中華街、アイアータウンを舞台にしたアクション作品となっている。カスカベ防衛隊がメインになるのは、第24作の爆睡。夢ビーワールド大突撃以来2年ぶりだが、単独としては、和歌、馬。B 級グルメサバイバル。以来5年ぶりとなる。カスカベが舞台ということもあり、テレビシリーズのレギュラーキャラが多く登場している。 カンフーを題材にした作品は過去に何度か候補に上がっていたものの、新之助たちが相手を殴ったり蹴ったりするのは画的にふさわしくないという理由で遠ざけられていたが、柔らかい部分だけで戦うという要素をテーマに実現した。企画当初はお尻で戦う、尻剣や耳たぶで戦うものがあったが、最終的にプニプに拳に落ち着き、 この決定には監督自身の育児経験からの要因も大きい。また、やっぱり土に汚れるのがカンフーとコンセプトの一つに土ぼこりを意識していたが、監督はあまり活かせなかったと語る。監督は前作の橋本昭和からガチンコ、逆襲のロボトーちゃんと爆睡、夢見ーワールド大突撃で監督を務めた高橋渉が2年ぶりの再登板。 本作では、絵コンテと演出を兼任する。脚本は、バカ、馬。B 級グルメサバイバル。と、オラの引っ越し物語サボテン大襲撃で脚本を担当し、テレビシリーズやガイデンシリーズでもシリーズ構成、脚本を務める上のキ美子が3年ぶりに脚本を執筆する。作画面では、三原道夫が、爆睡。夢ーワールド大突撃以来、 2年ぶりに登板し、本作では、キャラクターデザインの他に、絵コンテ、演出、原画を担当している。三原が、キャラクターデザインを担当するのは初である。また、久野洋子が、前作に引き続き参加し、プロローグ、エンディングウィラスと、絵コンテ、原画を担当している。2018年2月16日に、お笑いコンビ安全漫才と、お笑いタレントの関根務が決定。 ミヤゾンは敵のミヤゾン役、アラボンはブラックパンダラーメンを食べて凶暴化した一般客、関根はプニップに拳を教える師匠役として出演する。安全漫才は本作でアニメ声優初、挑戦、関根は2001年に公開されたクレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ猛烈、大人帝国の逆襲以来17年ぶりの出演となる。 2018年1月26日放送分の t v シリーズにて、桃色クローバー Z の笑い一生シャオイシャオが起用されることが決定した。この他、劇中歌やゲスト声優も担当する。本作に合わせ、過去に佐藤正雄をメインにしたストーリーを集めた DVD、クレヨンしんちゃんキットベスト特盛り。佐藤正雄が2018年4月5日に、 バンダイビジュアルより発売された。第1作目第25作目までは公開日が土曜日となっていたが、本作以降の公開日は金曜日となっている。そのため、例年公開初日に行われた初日舞台挨拶は行われず、翌日の土曜日に公開記念舞台挨拶という形で行われることとなった。映画公開と同日に、双葉社アクションコミックスにて、コミカライズ版が、 公開より1日遅く二葉車ジュニア文庫にて、ノベライズ版がそれぞれ発売された。2018年3月24日からは、日本三大中華街とコラボレーションした映画クレヨン新ちゃん爆盛りフェアが開催された。なお、本作は中国の文化をテーマにしており、オラの引っ越し物語サボテン大襲撃のメキシコ以来、3年ぶりの日本国外の文化をテーマにしている。舞台は、 カスカベと中国で中国が登場する作品は電撃。豚のひずめ大作戦以来20年ぶりである。テレビシリーズ開始当初から新之助の声を担当した矢島明子が同年6月29日放送分をもって降板することが決定したため矢島が演じる新之助が登場する劇場版としては本作が最後となった。自作 新婚旅行ハリケーン失われた広志以降の劇場版からは同年7月より2代目を引き継いだ小林由美子が担当している。そのためこの映画はカスカベ防衛隊のキャストが揃って出演した最後の作品である。3月2日の放送分のテレビスペシャルでは本作に登場するパンダとラーメン題材にしたオリジナルストーリーオラ双子パンダの飼育係だぞ。 バクサカン、のはラーメンだぞが放映された。校舎の脚本は本作の脚本である上のキミコが担当。双葉社から映画公開と同日の2018年4月13日にコミカライズ版が発売された。作者は高田美玲。小学館のコロ,コロコロコミックスペシャル2018年6月号にも読み切りとして前半部分が掲載された。自作。 新婚旅行ハリケーン失われた広の公開を記念する形で2019年4月14日午前10時よりテレビ用に編集されたものが地上波発放送された。翌年の映画はノーカットでエンディングのみ簡易的に流し放送された。また翌週には同枠で本作と同様に広がキーパーソンであるクレヨンしんちゃんがんこ、逆襲のロボトーちゃんが再放送された。 二週とも番組冒頭とラストでは本作の新之助のほか、騎士流戦隊竜ャーの子と仮面ライダー女王の時は相互が出演し、三番組合体企画、春のプレゼント祭りのためのキーワードを発表した。また、本作公開を記念して竜ャーのエンディングダンスを新之助が子と共に踊った。カスカベに古くからある中華街アイアータウンにやってきた。 新之助たちカスカベ防衛隊は、伝説のカンフーと呼ばれる剣法を、プニップに拳の修行に励んでいるマサオから、一緒にやらないと誘われる。最初は乗り気ではなかったが、カンフー少女の欄に惹かれた新之助につられ、他のメンバーもしぶしぶ付き合うことに。そんな中、食べたら病みつきになると言われる謎の、ラーメンブラックパンダラーメンを食べたカスカベの人々が、次々と凶暴化して、 暴動を起こし、アイアータウンを大混乱に陥らせる、ひっかいな事件が発生。アイアータウンを守るために、カスカベ防衛隊は、謎の組織との戦いに挑む。2018年11月9日に、バンダイビジュアルより、BD&DVD にて発売。テレビ CM には、本作のゲスト声優で師匠を演じた、関根勤が出演している。ありがとうございます。